はい、進撃の巨人のファイナルシーズン、はい、アニメね、アニメのファイナル、はい、もうファイナル言っちゃってるけど、はい、ある意味ネタバレだけど、タイトルからしてネタバレだけど、はい、始まりましたけど見てますか？はい、見てない。見てないですよね。俺は見てるよ。好きですよね。俺はなんせ、うん、漫画原作、うん、単行本どころか、はい、毎月毎月最新話を金払って読んでるんで、はい、待てない。もう待てません。もうどうなるか気になって気になって、うん、待ってられへんので、はい、まあ、言ったら鬼滅よりも俺は進撃の方が圧倒的に好きなんで、うんうん、読んでますけど、はい、もうもはやこのアニメファイナルシーズン始まって見てるんだけど、はい、もはやその内容が懐かしいからな。あーああこんなんあったあったみたいな。ああ、そうかそうか、だいぶ進んでるってことですね。もうだいぶ進んでますよ。もう、あ、そういえばこのキャラクターはこんな感じやったな、この時は。もう今だいぶ変わってるよねみたいな。あ、なるほど。もうここもうそこまで話進んでるから、もう終わり近いからな。もう完璧に終わりが近づいてるから、うん、俺はもう終わったらどうしようかな思ってっからね。うん、なんかないんですか、進撃に関して質問なりなんなり何でも受け付けますよ。いや、もう進撃はだってあんまり読んでないから詳しくはないんですけど、うん、なんか最初巨人が来てっていう話だったのが、ああ、いつの間にか戦ってる側もあれ巨人じゃねっていう。そこですか。そこから衝撃で。ああ、まあそこは衝撃やったわな。うん、あれみたいな。俺だから読んでて、主人公食われて、うん、あ。うん、主人公死んだってマジで思ったわ。エレン死んだと思ったもんな。あそこから巨人になって復活するっていうのは確かにびっくりしたよ。おおと思って、そういう話かいと思ったよな。あとはちょっとネタバレするけど、うん、団長ねみたいな。団長死んだよな。まあアニメでもこの前のシーズンで死んだから、この前のシーズンで死んだからな。みたいな。あれって団長ぐらいは死ぬやろ別に。いや、なんかこう出てきてたメンバーがこういなくなるのはちょっとこう、あれそんなにこう読んでなかった私でもこううってなるから、ファン推しだった人たちはショックなんじゃないかな。あれは人が死ぬ漫画やからな。あ、そっか、しょうがないよね。だっておかんが食べられるもんね。まあ最初の方で、めっちゃ最初の方やんけ。まあそうだけど、めっちゃ最初の方やだけど、もういや衝撃すぎて、そういうとこから。あ、そうやな。なんか衝撃が大きいじゃないですか、進撃の巨人。確かにそうやな、うん、あ、これもまあネタバレやけど、まあ、もうそれもとっくに終わった話だからいいか、うんうん、でもライナー・ベルトルトが、はいはい、敵側の人間で巨人になるっていうのもびっくりしたよ。もう衝撃がちょっと追いつかないって。それも漫画の原作の方やったら、うん、そのライナーが、うん、俺とベルトルトは、俺が鎧の巨人でベルトルトが超大型巨人だってエレンに言うとこがあるけど、うん、そこも漫画ではね、漫画の原作では普通そんなんやったらなダダーみたいな感じで、うんうんうん、大きいもう大ゴマとか1ページ使ってドラマチックにダダーみたいな感じで扱われるけど違うねん。めっちゃ1ページのもう隅っこのコマのページの隅っこのコマで、はい、俺が鎧の巨人でベルトルトが超大型巨人 でみたいな、今日の晩飯何かなみたいなテンションで、そのテンション、そのテンションで言うのが衝撃やねん。逆にはぁみたいな、えって、頭おかしになったお前みたいな、ライナー頭おかしになったみたいなテンションで言うから逆に衝撃やねんか。あ、マジ衝撃やねん。そこのいろいろすごい漫画やねあれは。マジで、まあどうなん、どうオチも分からへんな。誰がこれからまだ残ってるやつとかもいいんだけど、誰が死ぬかも分からん、誰が死んで誰が残るのかも分からへんし、どういう終わりになるのかも全然読めへんね。分からへんわ。もうそれこそ長年っていうか、もう毎最新話を毎月読んでる俺でも分からへんわ。なる
っていう進撃の巨人。はい。まあアニメはな、原作の後追いなんでどうなっていくかはもちろんわかんねえけど、うんうん、原作の方はどうなっていくか全然わかりません。楽しみすぎてしょうがない。はい。でももう終わるわ。さすがに2021年中には終わるんちゃうかなっていう感じかな。うん、終わってほしくないけど。終わってほしくないな。でも引き延ばしもしてほしくないから、まあしゃあないな。そうね。スパッとね。っていう話でした。はい。以上。